サイバーセキュリティサービスとは、えー、ハッカーから情報資産を守るということです。例えば、あるシステムがあって、そのシステムが脆弱性がある状態のままリリースされると、えー、ハッカーから情報を盗まれてしまうという可能性があるので、うちえー、我々の会社では、そのシステムが正しく、えー、設定されているか、 正しくセキュリティの設定がされているかをチェックして、えー、もしそこに不備があった場合に担当者に連絡するというような仕事を例えばやって。